どうもフロザロと申します。本日はメンバーシップについてご報告ということでやっていこうかなと思います。結構前からメンバーシップ解放しないんですかみたいないろいろ質問いただいてたんですけれども、まあ本日ちょっとね、それを解禁しようかなと思います。まあ解禁っていうほど大層なものじゃないんですけれども、まず金額は290円ということで、まあ結構ねこの数週間いろいろ調べたんですけれども490円設定が多いみたいなんですけれども、まあぶっちゃけそこまでのなんかそのサービスを提供できる自信が私自身なかったんで、まあそれの半分ぐらいの290円、まあこれぐらいのものだったら提供できんじゃねえかなっていうことでね、まあこの設定にしました。で、内容としては、アイコンみたいな、その1年みたいな経ったらこう、どんどん数字が変わっていくっていう、まあ結構いろんな方がもうね、チャンネルのやつやってると思うんで、まあイメージつくかもしれないんですけれども、それと、あとはなんかライブとかで使えるスタンプみたいな、まあ両方とも特にライブとかで使えるスタンプみたいなやつは、ちょっとどんどんね、更新できたらなと思うんですけれども、まあとりあえずね、もう YouTube 様の、もうなんかおすすめのやつを使って、やっていけたらなと思います。なんかメンバーシップのなんか特殊な名前みたいなのがあるみたいなんですけれども、なんかぶっちゃけあんまり思い浮かばなかったんで、とりあえずまあ、フロゼロメンバーシップみたいな。それ、なんかダサいかな。まあそれにしようかなみたいな風に思ってるんですけれども、なんかいい名前あったらちょっとコメント欄かなんかでね、教えていただけたらなと思います。まあ本当にもう自分のね、ちょっと個人的な動画にはなっちゃったんですけれども、まあ念のためにご報告っていうことでやっていこうかなと思います。まあ限定プラメみたいな、そういうものもやっていけたらなとは思うんですけれども、まあ今のところはちょっとそこまでね、手が回っていない状態なんで、とりあえずそのなんかアイコンみたいなやつと、あとはライブとかで使えるスタンプっていう風に、していけたらなと思います。はい、まあよろしければ参加の方よろしくお願いいたします。はい、まあ、今日の動画はこんなところになってきますかね。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。